とあるオンラインゲームでお金が無限に手に入るという恐ろしい不具合が発生した。そのゲームの名前はときめきファンタジーラテール。今回はこのゲームをプレイしたことない人でもわかるように事件を解説していきます。ラテールは 2D アクション RPG で、主にキャラクターを強くして遊ぶファンシーな見た目のゲームとなっています。このゲームにはパズルというアイテムが存在しています。このパズルは装備の強化に必要なアイテムで、初心者から上級プレイヤーまで必須とする重要なアイテムです。 NPC から高額で販売されており、入手自体難しいわけではありませんが、お金が絡むので大量に獲得することはできなくなっています。このパズルが原因でとんでもない事件が起こりました。2015年12月16日の大型アップデートで、このパズルが無限に手に入る不具合が見つかりました。パズルの他の入手手段にチケットと交換があるのですが、このチケットを持っていなくてもパズルと交換してもらえるバグが見つかったのです。この交換に回数制限は設定されておらず、交換ボタンを連打した数だけパズルがもらえるという恐ろしい不具合でした。パズルはNPC と高額で取引されているので、販売価格もかなり高めに設定されていました。つまりパズルを大量入手して NPC に販売すれば、実質無限にお金が手に入るのです。この事実は2チャンネルのラテールスレで報告され、大勢のプレイヤーに知られることになりました。1日でゲームバランスが崩壊する恐ろしい不具合にもかかわらず、運営の取った行動は公式サイトで警告するだけ、すぐにサーバーを停止せず修正をしなかったのです。なぜこんな行動を取ったのか未だに謎です。このまま時は流れる。パズルを不正入手するプレイヤーは後を絶たず、ラテールのゲーム通貨の価値はどんどん下がっていた。あまり価値のないアイテムが20億でプレイヤー同士で取引される。ダンジョンで気軽に使う消費アイテムが何十倍の値段で取引されるなど、ファンシーだったラテールの世界は数日で混沌と化していった。だがこの状況に終止符が打たれたのです。運営がパズル不正獲得者を次々とバンしていったのです。公式のツイッターには145アカウント停止したとツイートされていました。このバンでランキングに乗ってるトップクラスのプレイヤーも何人かバンされていました。混沌とした世界は変わっていませんね。悪いことはやめよう、終わり。